三味線の演奏会ではどんな曲が聴けますか？今日はお稽古場の近くにお散歩に来ております。メール通信の読者様からご連絡をいただきました。三味線の演奏会ではどんな曲が聴けますか？演奏会のでお聴きいただける曲というのは毎回変わります。どのようにして決めているかと申しますと、実際の出演者とそしてですね、演出の担当者が協議をしてお話を決めております。私の場合はだいたいその回ごとに想定するお客様がおります。このお客様だったらこの曲が聴きたいかしらというようなことを想定しながら曲のご提案を実はしております。そしてですね、実際にあなたがご心配になるのは、曲を知らないのに演奏会に行って大丈夫かしらということが多いのではないかなと思います。私どもの主催の三味線の会では、まずプログラムご用意しております。プログラムの解説に、今日聴けるのはこのような曲ですよ、見どころはこんな部分ですよという解説を載せております。そして会の合間には、そうですね、その見どころのポイントなどもお話をしております。で、そしてですね、演奏会のメール通信から今回はどんな曲が聴けますよ、そういう話題もお届けしております。ですから、これから今度三味線の会に行ってみたいなと思われたら、ぜひメール通信にもご登録くださいませ。そのメール通信を見ると、今回はこんな曲が聴けるんだな、あるいはこんな演奏者が出るんだな、見どころはこんなところだな、そういうところもお分かりになるようになっております。演奏会へのご来場お待ちしております。